池袋から小さな小さな旅に出た。鈍行電車に乗って野山を越えて西部秩父の一つ手前、横瀬、山に囲まれた町、ヤッホー。パン、白いペンキを塗った小さな建物、可愛くて綺麗なパンダ。懐かしかったり、おしゃれだったり、かっこいいな。タヌー、ヤッホーパンのマスコットキャラ、描いたのはこの方、店主の日比谷智美さん。ここにもいた、ここにも。このぬいぐるみも自分で作ったんですか？パンも焼けば絵も描く日比谷さん。ダンディゾン春田でパンを学んだ方。店の裏にはイートインスペース。秩父の山を見ながらパンを食べる。カレーパンザクザク、バターの甘さ鮮やか、優しいキーマカレー。玉ねぎの甘さ、スパイス感も旨味も柔らかく、パンはほわほわ、ほどける食感。さつまいももひょっこり、ミルクフランス。注文してからクリームを絞ってくれる。歯切れを良くする工夫。これ今手ごね、はい、あ、そうなんですか。でも一番このミルクフランスのパンがね、一番オープンからあーでもないこうでもないって。手ごねのおかげでさっくりバタークリーム充填完了。こんなパンがあった。山歩きで食べるように作られたパン、山のお供。じゃあ行っちゃおう。パンを食べるのにうってつけの場所はどこだ。歩くこと約7分、ウォーターパーク白山。川面に降りて、山の中で食べたかったんだ。山のお供、ポキッ、マスカットレーズンが輝くほどジューシー。こしあんパン、あっけなく蹂躙される生地、バター風味がフレッシュ。こしあんは豆の香りはあでやか、はじめおしとやか、それがどんどん豊かになる。そうそう、さっき作ってもらったミルクフランス、バタークリームが小麦の風味とすごくなじみ合う。しみるなぁ。自然の中で美味しいパン食べて最高じゃん。また来よ。やっほー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いいね、コメントもお待ちしております。